皆さん、おはようございます。本日、このムニエール海洋発電所、なんと、もう540くらいまで評価がいってまして、こちらで今日は遊んでいきたいと思います。最近、スプラトゥーンの、サーモンランをね、よくね、俺はプレイしてるんですよ。よく生放送とかでね、やってるんですけど、結構最近、本気でやってるんで。本気なのかな？本気なのかわかんないけど、とにかく今すごい眠いんですよ。24時間、鮭やってたこともあるし、そうなの。猫ちゃん、ちょっと、喧嘩しないで。よろしくお願いします。猫ちゃん、ちょっと喧嘩しないで。さ、眠いんだよ、今。全然寝てなくて、ちょっと、ダメ、喧嘩ダメ。猫ちゃん。やばい。今から、鮭をやろうとしてるのに、猫同士が喧嘩している。なんならもう一方的に一匹が一匹をいじめている。ダメ、ダメ。すごい、ご機嫌斜めでイカ耳だよ。まあ、みんな見えないけどね。よろしくお願いします。うわっ、いない方がそんな来る。バーン。なに、俺のキルじゃないかも。よいしょ、倒せ倒せ、倒していけ。まあ、鮭はね、楽しんだもの勝ちなんでね。負けた時はもう笑顔で負けて。結構なんか怒ってやってるさ、鮭のプレイヤーさ、結構いるみたいでさ、悲しいですね。もっと楽しめば、楽しんでいこう。おれ、ナイスキル。楽しんだ上勝てればいいですね。今回武器的には若干ちょっと、あ、でも弱くはないか。シューターも2人いるし、弱くはないと思うんですけど、なんか軽くなかった時あるんで。おーっと、これはもう俺行ってあげた方がいいんじゃないか。行っちゃうよー。はい、オッケーオッケー。インクがなくなりそうだ、危険だ。で、イカロール制すものはサーモンの制すべきなんで、おいおいおい、行きまーす。はい、ボムもしっかり行きまーす。とりあえず乗れば行くっしょ、これで。ナイス。やっぱ蛇の量がすっごいけど、あー、レーザーもなんか俺のこと撃ってるけど、味方が死ぬよりは俺に追いかれた俺がなんとか逃げ切った方がいいでしょ。左投げてからまた右投げたいと思います。はい、ボム投げていく。はい、あ、倒せなかった。はい、とりあえずノルマはいった、最高。なんかムニエルって俺確かなんか初めてカンストしたステージだった気がするな。結構得意なんですよね。はい、よろしくお願いします。2ウェーブ目、全然寝てない、眠い。もうなんか24時間起きてるわけじゃないけど、20時間ぐらい起きてる気がするわ。24時間寝ないで生放送をしてずっとサーモンやつの時がすっごい眠かった。なんか寝ながらサーモンやつで、なんか寝てたもん、途中寝ながら。すごいよ、寝ながら操作できる人なんだもん。おぉ、帰ってきた、味方のゴムが。ナイス。やべ、危ない。ちょ、危ない。危なかったよ。まあ、あれ一個倒したいですな。まあ、スペシャルぶん投げてもいいんですけど、僕がこれ余裕で入れられるので。うわ、味方が入れた。キル取られた、キル取られた。キル取られた。まあ、よいしょ、ドーンと打ち返していきましょーい。なんかこれ処理してれば勝てそうだな。あー、撃たれちゃった。雨撃たれちゃいましたね。あー、危ない、あー、危ない、あー、危ない。入ってないか、これ入ってない。ノルマまだいけそうだけど、モグラちゃんが、ほい、ボム入れてあげよう。はい、倒していく。おぉ、パパ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 、あぁ、あぶらあぶらあぶら、変な声出た。俺こんな声出ると、あぁ、あぶらギリ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 鮭の耐えてる。あんなに追いやられてた、あんな狭いとこで。イエーイ、ミス。やばい、眠いぜ。眠いぜ。だから夏休みももう終わりですね。皆さんの夏休みは宿題とか終わりました？
俺が学生の頃は宿題ギリギリ3日前ぐらいにやり始めて、朝顔の観察日記1日で書いたことあるからね。晴れか雨かも分かんないし、なんか枯れたから枯れましたって書きましたけども、みんなしっかり、あと自由研究ね、最近流行ってるらしいんだけどね。スライムをね、俺当時作ってたんだよね。スライムもおすすめですよ、流行ってるらしいし。スライムいいよ。まあ俺も今度自由研究がてら作ろうかな。見ますか、俺が作ったスライム。ツイッターとかに載せとこう。 X の音が、 X とかインスタとかにね。スライム作ろう、任せて。こんな吸い方、細かい敵や僕が倒します。はい、塗ってあげる塗ってあげる。俺も上登りたいですね。大事故が、大事故が起きてる。ここですごいナイススペシャル。俺もスペシャル余ってんだよな、これ。あ、どれだ、いた、あ、いたけど、あの誰だ、誰撃ったか分かんない。俺も自分で手前倒してキルして、はいはいはい、入れていきましょう。ボム入れていきましょう。さあこれ、ヘビの方行ってほしい。ヘビの方、ヘビちゃんの方にレーザー行って、レーザー、危ない危ない。ナイス、ノルマ行った。俺が入れる前に味方が入れてくれたよ。処理しよう。はい、ナイス、はい、オッケー、ナイス勝利。もう500、全然危険度高くてもいけますね。ウニエルはもうお庭です、僕の得意。あ、眠い。マジで寝ながらやりそう、そのうち。危険だ、モンスプラット危険だ。でもノーカットでいこうか。俺が寝ないことを証明するためで、久しぶりにノーカットしよう。ノーカット編集、ノーカット編集って編集してないから無編集なんですけどね。暑い暑い、昼間は暑いよ、夜と比べて。さあ、2戦目。このメンツでいきたいと思います。もう560だし、タツが多分勝ったらこれ来るんじゃないかな。タッちゃん。タツのタッちゃん来るんじゃないか。あと味方いなくなったんだけど。せっかく一緒にやろうとしたのに仲間いなくなったんですけど。これマッチするかな？誰もいないけど。悲しい。悲しいこれ。イエーイ。暇だね、マッチするまで。もっとさ、鮭ってさ、早くマッチすると思うんですけど、ほぼ1分経っちゃうよ。やることなくなっちゃうよ。言うことなくなっちゃうよ。俺が話すことなくなっちゃうよ。寝ちゃうよ。なんなら、睡眠取るよ、この時間で。これキャンセルした方がいいか。仲間がいないわ。で、付け直します。こういう時は、キャンセルしましょう、皆さん。これマッチメイク中みたいな感じでもなってなかったしね。なってたのかな？音は鳴ってなかったよな。でも、マッチしたし。こういう時は一回抜けるのがベスト。よろぴくお願いします。さあ、味方さん、よろしくお願いします。満潮やったっけ？満潮やったか分かんないけど、艦長やってないから艦長やりたいですね。満潮やってないよね。あ、やったっけ？やったかも。やねえ。スペシャルはただ投げればいいだけのスペシャル。ポップソーナー楽だね。誰かが死んだ時に使ってあげたり、なんか鮭がいっぱいいる時に使ってあげるのがベストかなっていう感じ。俺結構スプラトゥーンやる時考えてやってるんですよ、こう見て。ウィーナイス、こう見えてね、いろいろ考えてるんですよ、スプラトゥーンやる時に。あ、こうすれば味方が楽に戦えるかなとか。ああ、金のいくら入れたいんだろうな、弱い鮭倒しててあげようかなとかね。仲間があのレーザー行ってくれてるな、じゃあ違う敵倒してあげようかなみたいな。いろいろね、こう見て考えてるんですよ。考えてることを言語化しようと思いましたから。眠いけど、これはもうみんな結構散らばってくれてるんで、真ん中で金のいくらでも入れて、得られないように、やられないようにね、処理しながらこう、
努力があるからこの武器は入れてあげようかなっていう感じ。てくんじゃねドロポちゃん、こんな感じ。向こうからね送ってくれてるんですよ。真ん中に俺が今いない状態なので、これ戻したいね、真ん中にね。かもしれません、かもしれません。これやばいんで、これ使いましょう。はいはい、これ止めて。ダメがね弱いからね、この武器やばいね、これね。ちょっとこれキルしながら入れていかないといけないけど、俺しかいないと。ああ戻ってきて、戻ってきて、戻ってきてくれ、戻ってきてくれ。危ない。ギリ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 だね、ほんとに。寸止めが好きだね。寸止めで戻ってきたね。よく俺空手やってる時に言われたよ、攻撃は当てちゃダメ、寸止めしてくださいって。当てないでって言われた。あの当てたら攻撃にならないんだって、空手って。あ、和道流だった。極真空手の時はなんか当てないといけないらしいけど、あ、このコロコロするね。ごめんね、みんな空手やってない人はどうでもいいよね。全然空手やめて焼きやりました。はい、あとでコロコロするだけなんで。イエーイ、楽しい楽しいよこれね。ちょっと抜けてごめんね。インクなくなったらきついけど、今回復して任せろ。ちょっとだけ動かすこの作戦。楽しい。これウェブに。あ、ごめん、引っ張ってた。でも金鮭はまあ味方のね、6目ですもんね。俺が引けるぐらいまでね、ダメージを与えてもらう。仲間が頑張って入れに。やだ、投げようとしたんですけど、仲間やられちゃったんで、一旦。死ぬ。助けてあげたいけどさ、あんまり動きたくないんだ俺は。よし。文句ばっかりさ。金鮭。ああ、ごめん、投げてる、ごめん、ごめん。間に合うかな。一応スペシャル使えば間に合うけど、こんなにあるから使いたいからね。やばいやばいやばい。今のうちにでも入れてくれてるね。お、頑張ってるよ、俺は。あっち行った。チャンス。よーし、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 よーし。最後のナイス。ここめちゃくちゃ溜まってるぞ。スペシャル温存したかったから、これでいいね。温存したかったんだ。俺の、うまかったね。俺の。よし、最後。スペシャルもう一個余ってるけど、このスペシャルは、なんつうの、肩バットとか倒せるようなスペシャルでもないし、あの、弱いもの処理、弱いの処理することしかできないんだよね。ってなると、ちょっと使い勝手が悪いんですけど、大物は、この武器できるわ。来るぞ。来るぞ。真ん中で塗りたい。みんなね、真ん中離れがちなんで、真ん中にいてあげたいんですけど、ボン、完璧。完璧ワンパンアタック。これはでもリスクがあるので、余裕があるときにした方がいいかなっていう感じ。やばいときにね、あれやってね、なんとかするっていうのもあるんだけど。真ん中に呼びたいけど、よいしょ。いや、大丈夫だな、これ。俺さ、大物倒した方がいいんじゃないかなと思うよ、これ。得意なんだ。大物倒すの得意なんですけど、任せっきになっちゃうと、きつい。で、倒しとく。危ない。やばいな、ここ。みんなやられちゃってる。ここで、スペシャル登場。真打ち登場。ヘビこれ。俺の、そのあれ倒したいけど。しかないよね。弱いんだよ、だから。爆弾くんもさ、俺の武器じゃきつくて。やばい！生きるか？生きるか？あ、だった、みんな死んじゃった。無理か？あー、ダメだ。ちょっとし、あの、浮き輪が多かった。うん。あとね、大物鮭の処理が全然できてなかったんで、これは、むずいね。俺のスペシャルが大物兼ねないのと、
仲間に任せきったか。ちょっとこれ相性悪かったですね、仲間たちと。見て、いっぱい倒した。もう一丁行こうか。眠いけど、負けたから。で負けた時は、一回こう、でもマッチしないかもしれないけど、一回抜けないと、連続で負けちゃうから、カツを、あ、そうなんか俺さ、聞いたことあるんだけど、カツをさ、ゲージマックスの時にさ、チームを入れ替えると、タツマックスの人たちとさ、マッチするじゃないですか。で、タツ、ゲージがあるってさ、そのタツまでいけない人が多いらしくて。だから要は、負け組が集まるんだって。だから、今タツマックスだったんだけど。これ、これね、危ないので、危ないので、気をつけましょうと。で、スペシャルは一応大物2体ほど倒せるスペシャルいきました。大して強くない。強いけど、遠くまで耐えやれるけど、一人で戦況を打破しようとしたら、もうちょいちょっと、いいスペシャルがね、欲しいんだけど、さ、毎回さ、思うけどさ、真ん中にさ、いてくれるさ、ちょっとさ、あとさ、大物倒してくれる人、別でさ、ちょっと欲しいよ。まあ、ヘビはちょっと余裕を持って連れてってもらおう。はいはいはい、あっちに来てくれる。じゃあ、打っといて、下に呼びまーす。大丈夫？はいはい、安全なとこを狙って、俺は移動しますよ。はい、いいね、2匹。2匹ここにいるのでかいね。ありがとう、スペシャルナイス。やばい、レーザーやばい。これ結構真ん中に集まってるので一回処理してもいいと思うんだ。はいはい、ボムも入れてレーザー引こっか。レーザーあれ出てくれたかな。出てくれたね。真ん中にあるやつまだあるんで、そんなに焦らなくていいから真ん中とりあえず。あとヘビやばいんですよ。倒してきます、倒してきます。はいはいはい、いいね、8は一緒ですね。これは安全なルートを自分で見つけて倒してボム入れてって感じ。こんな感じ。はい、雨をしっかり打ち返してボム入れていく。最高だね。これが収録でやりたかったんだけど、さっきね、ちょっと相性悪かった。マジで相性悪かった。俺じゃなかったら多分いけたんじゃない、仲間が。逆もまたしかりだけど、逆もまたしかりだけど、あっちも多分そう思ってるはずだから。誰か禁止系入れてくれる人いたら俺結構楽なんですよ。倒すの好きだから、僕だから。あれ、あ、ナイスナイス、そっちか。そう、倒すの得意な人が大きいのを倒すのが多分ベストでしょ。適材適所って言葉で、金いくらを運ぶのが得意な人もいるじゃん。結構いると思うよ、金いくら運ぶの得意な人。俺もできるし。はいはいはい、俺に仕事をさせてくれ、いい仕事をさせてくれ。こっちだ、いける、近い、出た出たよ、来るよ、これ来るよ、ダモンしとくよ、下から来るよ、ここだよ。その間周りのやつ倒しとくからね。今度武器なんか微妙なんで。はい、こういうね、フォロー、みんなが一つのことやるんじゃなくて、一人がやってることをサポートしてあげる。これが大事。探してあげたり、あ、どっちだ、探してあげたり、誰かが運ぼうとしてるとチームいくらで撃ってる人をこう守るために、撃ってる人を守るために普通の射程を狙うっていう、周りを見て動きたいですね。まあ、サッカーでいうサイドバックとかね、ミッドフィルダーみたいにね。初めてサッカーで例えたから。野球出たらキャッチャーみたいな。最近スポーツで例えるのが結構好きなんだ。でもゲームってスポーツと結構共通してるから結構大事なんですよ。いいスポーツってあるんですよ。
e スポーツゲームじゃん。スポーツピッツね、そういうことよ。説明を今放棄しました。これ倒そう。どっち入れる、どっち入れる。わーおわーやれること。いけんの。ナイス。で倒したのをすぐ目やらして、倒されたのを目やらして、スペシャル吐くまでもなかったね。今1人で入れたんで、ボム入れてちょっとキル取っていきたいけど、この弱弱シャケちゃんたちが倒すのが俺今回武器的には苦手なんですよ。大物はいけるんだけど、あと今回マンチョウだから、マンチョウしっかり処理してからしっかり入れたい。あーこれレーザーいっちゃおう。違う、入れのにいってほしい。頑張れ俺のレーザー。今入れるっていうか処理をメインでやってて、最終的にね入れられたらいいんですけど、使って最初はきついから処理したいんだよ。じゃないとこうまた、おっおっ、あ登れない。やっぱ危ねえ。こうこうやって死んじゃうからさ、危ねえ。ボムないけど、あーついね、ついね。これボム食らわなかった。あー食らった、食らった。けど時間ね、時間ね。いや処理がやっぱね難しい。バカバカ使ってる時はダメージがね。俺を弓がやらすんじゃー、俺を弓がやらすんじゃー。これまたウェブ戦で負けでしょ。ほらいけないのよ、立つまで。これがね負のループって言われてんだって。ちなみに僕はめちゃくちゃ本気で頑張ります。え、そう、ほんとゲージが溜まってからがねマジで難しくて、次ちょっと頑張って勝とう。毎回次々言ってるけど、熱い。次ちょっとちゃんと行こっか。抜けてで、負のループを抜けて立つ行くために、立つを、立つを倒すために頑張ろう。お腹すいた。よし、ここ気合いで、この7分間に俺は全てをかける。よろしくお願いします。ああ勝てなくなっちゃった。調子よかったんだけどな。あーどうしようかな。今変えるか。マジで大物金のいくら一回入れないで、大物だけ狙っていこう。しかも今回多分ちょっと勝つ確率上がってて、トルネード、俺トルネード持ちました。だからマジで吐けるべき時に吐けるので最高だね。ははみんな同じことした。よし、よし、壁塗って真ん中戻ろう。こっちからも来るよね。あマジで上から狙っておきましょうか。一旦ね、一旦こっちでちょっとお茶を濁しましょう。はい倒したよ。なんかラッキー、下から倒したよ。はい、ここもう誰も来ないっしょ。あ、来ない。今、ちょっと確認したもん、今。来ない。はい、これ撃って。倒した。うい。あ、待って、これ。ピンシャキ入れるより倒しに行った方がいいよ。倒して。ちょっと倒せるよ、オッケー。俺も余裕そうだな、なんか。危ない。あとね、浮き割りなんないからいいよ。やりやすい。シャケが意外と散らばるんで、この時間何もしてない。倒してあげたいですな。はい倒した、ナイス。処理早いよ、いいよ、いいよ。上の子倒しとった、上の子倒した。ヘビも倒す、ヘビも倒す。ノルマされてないから、ノルマもしっかりいて食えれた。あと2個だね。はいはい、あと2個仲間が入れてくれて、ナイス。あれ大物シャケいないじゃん。あ、いいね、今回なんかそんな倒しないんだけど倒してくれてる。ってことは、ってことは、普通のシャキ処理してる方が勝てるかな。こういうのは、味方のね、動きに合わせてやるっていう。だから、さっき相性が悪かったっていう。よし。
あと、レベルに、これ勝って立つやろ。立つまでやろ、立つまで。あー、ヘビーしか満潮だ。満潮だ、今日は。眠い、眠い、眠い。あー、ヘビ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 ー。もう処理だね、今回は。今回こそ処理だね。いけるか？ナイスムーブ！ナイス。一緒に倒す。ちょこちょこ入れつつね、あの先をね。これ右側も入れるわ。ういっ。で、いく入れた、入れた、入れた。これ下ろす、乗る。イカロールでしっかり乗る。タイミングずらして降りる、塗る。ダイバー倒す。さあ、ここに行った。タワーも倒す。完璧じゃない？処理は早くない？ちっちゃいシャケたちが味方に任せる。雨はこれ打ち返すしとかないとやばいから、みんな死んだ。もう狭い時の雨はさ、待って、あー、ここに行け、僕らが押されちゃったな。ありがとう。うわー、逃げ場がない。待って、逃げ場がない。逃げ場がない。ナイスタマ、ありがとう。もうレーザーが俺だ。雨も俺だ。やばい。ボムだけ入れて逃げつつ、あと2個足りないけど、これ雨打ち返すよ。はいはいはい、1点。ここの処理がわかわかきつくて、打つけど処理がきついなみたいな。はいはい、俺スペシャル2個余ってたんで、これ次いけるよ。完璧だよ。今のとこ完璧だよ。班長？班長？違う、通常、通常、通常。眠い時ほどスプラトゥーンやっちゃうんだけど、病気塗った。打ち返そうとしたら、俺に打ち返させてくれ。トロールのキルじゃないのかな、あれ。誰か拾ってくる人いる。いった、味方がいった。こいつなのかな。これワンパン行こう。オッケー、うまい、うまくなったね、俺ワンパン。まあ、もともとボム得意ですから。まあ、僕誰と話してるんだ。はい、まず、3体倒しておいて、もう1個余ってんで、ちょっと今雑に使っちゃったんだけど、本当は肩パッド置いたら狙いたいって感じかな。まあ、レーザー、肩パッド、3体一気にやれたのは、やっぱこの武器強いよね、このスペシャル。って思います、はい。残り40秒。大丈夫？ちょっとレーザーがやばい。危ねえ。あー、どうしよう、これ。下から行くか。オッケー、イカロールでしっかりかわしていく、倒していく。うわぁ、いや、もうレーザーで倒せ。これ、ゴム入れる。おっと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 、かぶっちゃった。まず2体倒すかな。あっちにも人いる。倒してそのままギリギリ、あ、オッケー、ナイス。あ、いた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 。やば、スペシャル強いわ。大物の処理が追いついてなかったな、多分。さっき今ので確定した。そう、スペシャルで持っていけないから。若葉使ってるときついよな。悪くないんだけど、立つも届かんし。あれ、俺なんだろう、次ブラスター。あ、ブラスターだ。ブラスター、そっか。とりあえず倒して金のやつ一緒に当てていこう。はい、割れる、割れないか。初手割りたかったけど、ちょっとしゃあない。2人が、2人しかいなかった。次多分割れるんで、ここ割っていこう。ナイス。この合間に次のやつを加工していきたい。いいと思った。終わっていこう。 OK OK OK。 このステージね、立つ結構倒しやすいんですよ。やばい、ないないから、もう普通のやつは一旦ね。割れないな、俺の力だけじゃ。みんなの力が必要だ。みんなの力をください。
次の持ってこう。次の持って、オッケー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 。ここさスペシャルさ、ここに打っとけばさ割れるんじゃね。ほらほら割れない割れない。あ、これ死ぬかも。イカロール、あ、ダメだ、割れなかった、真下から。ナイス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 。俺ここにいます暇があれば助けてください。時間があれば、時間があればやったあれナイスナイス、よかったよかった。最後無事に全部終われました。ナイスみんな。ってことで相性が大事だね相性と戦い方変えたら、すごい銀5個もらった。俺寝よ、おやすみなさいおやすみなさい。